こちらのお電話についてですが、様の方からですね、一方的にお電話を切りされますと、ご対応の意思のないものとみなしまして、裁判のお手続きのままに進んでしまう場合がございます。これは鳥取県に住む人の自宅に実際にかかってきた架空料金請求詐欺の電話です。電話口の男は淡々とした口調で説明を続けます。内閣府管轄の日本個人データ保護協会がございまして、こちらでアクセス解析を行いまして、弊社の方で本人登録であると証明した場合においてですが、1度29万9600円のご精算が必ず必要にはなりますが、ご精算いただいた後、弊社の方で申請を出しまして、5日前後で、様のご精算資金の 95%、満額とはいかないんですけれども 95% の28万4620円がご返金対応できるようになります。具体的な固有名詞や返金などの言葉を使い理論的に説明することで、被害者にあたかも本当かのように思い込ませています。こうした特殊詐欺の手口は後を絶たず、鳥取県内では去年の1月から4月までに19件、およそ4300万円で過去2番目の被害額に。また今年の同じ時期も19件、およそ2800万円の被害が発生しています。さらに県内で発生した特殊詐欺のうち、市役所や役場職員を名乗る還付金の返金の電話は全てが固定電話にかかってきているといいます。その対策は、例えば留守番電話機能の常時設定とかナンバーディスプレイの設定、そういった機能付きの電話を購入していただくことで対策は取れますし、現在 NTT さんの方が無償でですね、ナンバーディスプレイとナンバーリクエストの対策を行ってます。また知らない番号から電話がかかってくると、音声と赤色のランプで警告してくれるものもあります。毎日のように繰り返す電話での多くの失敗や成功によって悪事の連動を上げてきています。人事ではなく自分事として認識していただくこと、家族はもとより社会全体で被害を防止するという機運を一層高めることが重要です。いつ誰が被害に遭うかわからない特殊詐欺、県警は少しでも疑問に思ったら第三者に相談することが大切だと注意を呼びかけています。